千秋楽横浜公演ですね。はい、私たちの最後の朝を迎えたわけですよ。朝を迎えました。なんか不思議な気分なんですよね、これね。そうなんですよね。もういっぱいもらいました。今から頑張ってきます。千秋楽です。やだ、嫌なんだもん。実感はないんだけど、周りがすごく最後だねって言ってきて、ああやっぱり最後なんだねって思っちゃったりして。すごい。今回で奈緒さん、優香さんは卒業するということなんですけど、私にとってはとても重大なことで、今までやっぱ大先輩の奈緒さんと優香さんに甘えた部分もあったり頼ってた部分もあったんですけど、これからは私が、他のみんなに頼られなきゃいけないんだなって実感しました。これから座長として、先輩になるので頑張っていきたいと思います。奈緒さん、優香さん、またセーラームーンミュージカル見に来てくださいね。見に行くよ。行きます、必ず。はい、OK です。 OK ですか？ OK です。あ、すごい喜んでる。一発 OK だったんですよ、これきっとですね。うん、嬉しい。大喜び、大喜び。これは本番前、あの千秋楽なのでみんなね、写真撮影大会になってますからね。そうなんですよ、あの無限学園の仲間たちで写真を撮ろうという。撮りましたね。行ってきます。逃げて。写真撮りまくってますね。千秋楽おめでとうございます。あと1回頑張ります。緊張する。これはですね、いつもあの姫にですね、始まる前にジャケットを着ててもらってるんですよ。それで最後に贈呈をしてもらうというシステムに僕たち2人でなってまして、今渡されたところですね。頑張って、頑張る、頑張って鏡落として。うん、落とす。落としてきちゃう。ケンジ、せーの、もみじまんじゅう。何それ。すいません、こういう風にテンション上げてないと。まあ確かにね、こういろんなことをしてこうね、テンションを上げて。そうです、気合を入れていくんですね。集中してます。男ね、男だからね、こうやって言ってないとなんか落ち着けないというね。そんな感じです。僕たちもこう精神集中をしてるとこですね。浅見優香、今日ネプチューンを卒業します。はい、そしてあのまた新しい世界に一歩踏み出して頑張って歩いていこうと思っています。本当にあの全ての皆様に感謝をしてるんですが、一人だけ、ただ一人だけお手紙を書くこともできず会うこともできないたった一人の、方がいます。その人に皆さん、なんて言うんだろう、保証人になってください。今ここでその人に感謝を言いたいと思います。その方は天の遥かセーラーウラヌスです。彼女は、彼女と一緒に5年間共に生きて生活をしていく上で、私は自分自身を知ることができたと思っています。彼女と私は一心同体だと思っています。そして友達でもなく恋人でもないけれども、言いたいことが一言だけあります。セーラーウラヌス大好きです。すいません、なんか臭いこと言ってて。でも素敵だった。うん、ありがとう、君もな。ありがとう。あの黒い影がセーラーウォーですよ。はい、やっぱりこう今までセーラーウォーっていうのはね、戦士の中でこう危機迫るものを感じた時に一つになるぞっていう戦いの歌っていうところで、私たちもやっぱ歌ってきたので、特にやっぱり一番印象に残る曲。そうですね、だった、うん、思い入れというかそういうのも強いですよね。うん、最後にこうやって歌わせていただけたっていうのも本当に光栄に思うしね。うん、もうここは本当に今までの自分たちがやってきた舞台の数々が全部こう走馬灯のようにさーっと流れてきちゃって、
勝手に涙がね出てきちゃいますね。頑張ってこらえてます。こらえてます、うん、でもいい顔してるじゃないですか。いやいや、あなたもいい顔してますよ。ごめんなさい、ボロボロ、もうボロボロです。ほんとすいません。いい顔じゃないですか。そうですか。もうこれ見てるとやっぱ、うん、ね、今もうこの場で泣きたい気分になっちゃう。もうダメだ。なっちゃいますよね。もうダメだ。これはですね、あのお客様の方からめぐちゃん一曲歌ってっていうコールがあったので、めぐちゃんめぐちゃんってね、うん、みんなで歌っちゃいメッセンジャーっていうことになりましたね、はい、音響さんゴー来た、歌ってしまえめぐ。火星に変わって世界を呼べばバーバー。やっぱなんか一緒にこの時に卒業ってね、いうことでやっぱ僕たちもハッシュを歌わせてもらったのでね、こういう時間を作ってあげられることができて、本当にファンの皆さんとスタッフの方々、そしてキャストの皆様にも感謝をするし、うん、よく頑張って歌ってるね、うん、偉い偉い、うん、私はセーラーマーズ役を卒業するわけなんですが、これからも違うところで、活躍していきたいと思っていますので、皆さん温かく応援していてください。よろしくお願いいたします。僕たちよりしっかり挨拶してた、うん、すごいと思った。すごい、うん、そしてタキシード仮面様、これはですね、ね、タキシード仮面も歌ってしまえっていう状態だったんですけれども、もうご覧の通り、涙を流しておりましてですね、ケンジ君泣いてしまうと本当怪獣のようになってしまうので、そこはさすがに見せられないなということで、うん、握手ということになりました。頑張れよ。はい、頑張ります。頑張れよ、本当に。はい、頑張ります。はい、頑張ります。もう二人ともおかしくなってますね、すでに。本日にて夏公演無事終了することができました。これもひとえにファンの皆様の応援で、最後までできたと思います。スタッフ、キャスト一同になり変わりまして、厚く御礼申し上げます。立派に挨拶できました。よく頑張りました。それではまた冬公演で会おうね。約束だよ。バイバイ。ありがとう。バイバイ。公演終了後です。終了後です。見てください、この姫の泣き顔を。皆様ゆっくりと。辛くないんだろ。なんちゃんいなくなっても頑張る。強いプリンセスになります。強くなりますね。大丈夫だよね。大丈夫。でも今日泣かせて今日だけ、今日まで泣かせてだから泣かないから。
なんて可愛いの。私が悪かった。いいぞ、今日も泣かしてあげるじゃん、いっぱい。こんなんです、いつも僕の前ではこうやって泣くんです。本当だよ、もう可愛くてしょうがないよ、この子は。もうどっちが卒業するのかわからないぐらい泣いてますからね、本当に。アドさんとの感動的な、もう本当私も子供のように泣いてたね、泣いてしまいました。めぐもよく頑張りました。大丈夫だな、うん、強くなっていこう。本当お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう、ありがとう。頑張れ。涙止めてるんだよ、これ。可愛いでしょ。もう新しい新人2人ですけれどもね、この2人もよく頑張ってくれましたね。これからが楽しみですね。こっから勝負だからな、お前な。分かった？分かんないじゃないよ、お前。こっから勝負だ。尊敬してる大好きな先輩なんです。もう先輩ですけど、上から見下ろされてる。本当にもう尊敬してる先輩。本当寂しいです。これから勝負。お疲れ様でした。